メだ。アキトさん、シグレ。おや、ただいま。おはよう。バカ見なかったか、バカ。道の途中でバカ。バカ。ああ、キョウ君ね。見てないけど。反対の道だったか。嬉しいかよ。お前の勝ちだよ。みんなには好かれて。おかげで僕は一人で、間違いで、悪者で。やっと見えた。と、そこにいらしたのですね。やめな！やるな！気持ち悪い！いや、不平をアキトさんが口にするのは、そうしなければ怖くて仕方がないから。黙れ！わかったよな！口を見下してんのか！汚いです。私は、アキトさんの願う不平を否定しておいて、本当は私だって願っていたんで。変わらない思いを。人も、思いも縛れません。だからそれが、ずっと悔しくて、寂しかったのでしょう。やだー！どうして？アキトさん！もう、やだ！今更気づいたって。では、アキトさん、私と始めませんか？こんにちは。私、本田トオルと言います。私とお友達になってほしいです。嘘つき！僕がごねたらすぐ怒って嫌になって放り出すんだ。そこにいらしたのですね。あなたのお名前は？もう泣かないで。崖から動かない。落ち着いて、ゆっくり。誰が落ちたの？トール。ここまっすぐ。救急車呼ぶから、来たら応対して。君が落としたの？違う。でも、クレノを刺したのは僕だ。ハトリ、アキトならここにいる。トール君が、崖から落ちたみたいで。そう。触るな。頭を強く打ってると思う。こんなことを望んだんじゃないんだ。泣かないで。嬉しいことや楽しいことにいつか終わりが来るように、怖いことや悲しいことにも終わりは来ます。もうどうか生きて。例えば隣に私はいなくたっていいから。黙っとけ。お見舞い？一人で来たの？クレノのところ？トールのところ？アキトはもういいの？責めればいいだろう。なんで？バカじゃないのか。二人がバカなおかげでアキトは無罪放免だ。どうしようもなく甘くて優しくて、僕は長い間そんな彼を殺し続けてきたんだ。これからは大切にすればいい。それだけのことだよ。バカな旅人だな。お話だよ。聞いたらきっとトールに会いたくなってくるよ。近くで、隣で僕に話しかけてきた。逆にちょっと反省してます、いろいろと。ちょっと。いやいや、母さん、これはこれで僕も多少は情報を覚えたというか。